オーグマザイータ星は、オーグマザの構成で二等星。北斗七星を形成する構成の一つでもあり、飛尺の柄の先に位置する。地球からは、北斗七星の他の星と近い位置にあるように見える。しかし、この構成とアルファー星は、他の北斗七星の星が属している、オーグマザ運動星団に属していない。青白い主系列星であり、比較的若い星である。 肉眼で見ることのできる星としては高温の部類に入る。高性風による強い X 線による温度上昇もあると見られている。イータ・アーシー・メイゼウリス、略称はイータ・ウマ。型有名のアルカイドは、戦闘という意味を持つアラビア語のある QID が語源である。2016年6月30日に国際天文学連合の構成の命名に関する。 ワーキンググループは、アルコット、オーグマザイータ製の固有名として、正式に承認した。別名のベネトナッシュは、大きい館内の娘たちの蝶を意味するアラビア語の、KAID バナ、DRNA アッシュを語源とする。これも北斗七世紀のうち、アルファ製、ベータ製、ガンマ製、デルタ製が形作る四角形を館内に見立て、イプシロン製、ゼータ製、イータ製を、 寛大を引く、娘たちと見立てたことに由来する。リチャード・ヒンクリー・ヤレンは、ポラリスの近くを取り囲む星々は、ベネトナ州の娘たちであり、北極星の周りを周回する星は、おごそかな動きをしていると考えられているとしている。また、中国では、ワイナンコ本教訓に、陽光として見え、唐の密教経典、仏説北斗七世延命行では、破軍とされている。 この星の守護を得ると、戦に勝てると信じられていた。シドニーホールによる、大熊座の星を表現した図。言いータ星は、尾の先の部分にあたる。ありがとうございます。